はい、今日は何をやりましょうかね。これはやばいですね。やばいですか？何がやばいですか？バベルの塔の絵を今見ていたんですが、うん、上の線の細かさにすごいやばいよ、すごい作品ですよ。ちょっと引いているんですけど、はい、ピーテル・ブリューゲル一世、はいはい、これもう一枚、うん、違うパターンがあるらしいんですけど、私はこちらしか知らない。こっちか知らない、まあ、これ日本に来たからね。もう一枚あるんだよ。こちらがオランダのロッテルダムのボイマンス・ファン・ベウニーヘン美術館っていうところにあるやつで、通称小バベルと呼ばれるやつ。小バベルがあるということは大バベルがあるということなんだよ。でこちらがその大バベル、これはウィーンの美術史美術館にある作品なんだけれどもね、うん、大バベルっていうぐらいで、こっちが 114×155 だから 1m14×1m55 で、これはちょうど縦横半分で面積にしたら4分の1ぐらいなんだよ。 60×74.5。 これ2017年に日本に来たんだけど、東京都美術館で、はい、その時見た、ポスターだけ見ました。ポスターだけが実物見てみんなちっちゃいって驚く、もう大きく見える作品なんでね。これ2枚ありますよ。これもうどちらももう大傑作と言っていい作品なんですけれども、今日はブリューゲルのバベルの塔のあれをしたいって言ってたからさ、はい、もうちょっとネットで見たらさ、面白いもん発見してさ、なんかさ、令和4年度だから去年の調べる学習コンクールっていうので、はい、教育長賞を取ってた小学校6年生の子の自由研究が素晴らしいんだよ。バベルの塔ってなんだろうっていう、この小学校、アスカさんって人なんだけど、ちょっと個人情報だあいつで隠しとくけど、はい、このアスカさんはだね、なんと小学校1年生の時に東京都美術館に来たこのバベルの塔を見たんだって、はい、でそれがきっかけに建築が大好きになっちゃったんだって。それで私がね、建築好きになるきっかけのこのバベルの塔についてね、コンクールをきっかけに徹底的に調べてみたいと思いますって、素晴らしい、この研究を始めたんだけどさ、すごいんだよこれ、ものすごくちゃんとやってんだよ。ちゃんとほら2枚あることも知ってるよ、アスカさんは。絵もうまいしね、もうバビロニアまで遡って、絵もうまいんだよ、すごいんだよこれ。でちょっとさ、これは俺たちもうかうかしてられないぞということで、このちょっとアスカさんを見習ってですね、我々もそもそもバベルの塔ってなんだよってとこから始めてみたいと思うんですけども、ウニタニはバベルの塔ってどういう認識？何これ、どういう話？旧約聖書のお話ですよね、うんうん、で人間の欲が果てしなくなって、すごく高い塔を建てようとして、うんうん、建築をしたのが、うん、バベルの塔っていう感じです、うんうんうん、それで？で、神様が怒って、うん、塔を破壊する、うん、してしまって、うん、みんな死んでしまうみんな死んでしまうの？みんな死んでしまうのみたいな話、違いますかね。一般的にはそんな感じで、人間が傲慢にも手に届くような高い塔を建てようとしたから、神様が怒ってその塔を壊したみたいな。で壊して人間が喋れなくなるんじゃなかったでしたっけ、喋れなくなるの島崎さん。当時までは、うん、世界中の人間が同じ言語で喋ってたんだけど、うん、その言葉をバラバラにさせられちゃったっていう。そうなんだよ、うんうん、いうことですよね。それでいろいろとこに散らばったって話なんだけど、これさ、旧約聖書ではさ、創世記なんだけど、塔壊されてないんだよ。へー、そうなんですか。塔壊されてないんだよ、これ。旧約の創世記の、11章がバベルの塔なんだけど、はい、この世界中は同じ言葉を使って同じように話していたと。東の方から移動してきた人々は、シンアルの地に平野を見つけ、そこに住み着いた。
彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いた。彼らは、さあ天まで届く塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしようと言った。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らが何を企てても妨げることはできない。我々は下っていって、直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにしてしまおうと。主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめた。こういうわけで、この町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を混乱バラルさせ、また主がそこから彼らを全地に散らされたからであると。この話のポイントは、皆さんが後から思い出したように、傲慢で罰せられたというよりは、神様が人間の言葉をバラバラにしたっていうところがポイントなんですよ。実はバベルの塔のポイントは、一つのところで力を合わせるとろくなことをしないからっていうことなんだけれどもね、言ったように、その結果言葉が通じなくなって町の建設をやめたから、塔は壊されてなくて単に放置されてるんだよ。で、この話なんだろうっていうことなんだけどね。で、創世記って、紀元前の6世紀ぐらい、いわゆるバビロン捕囚の時代に、書かれたと言われてるんだよ。バビロン捕囚っていうのは、イスラエルがバビロニアのネブカドネザル2世に侵略されて、でバビロンに連れて行かれて奴隷にさせられてた時代、要するにイスラエルの歴史の中の苦難の時代と言われるんだけれども、その時代の前後に書かれたと言われてるんだよ。だから多分、バベルっていうのはバビロンのことだろうと。で、その塔っていうのは、当時メソポタミア系の、要するにシュメール系の人たちがよく建ててたジグラットっていう神殿があるわけだよ。これ再現なんだけど、でバビロンにもエ・テメン・アンキっていうジグラットがあって、今も遺跡で跡しか残ってないんだけど、これが大体再現予想図なのね。こんなある種のピラミッド的な神殿、これを建ててたと、そのシュメールの国家伝統的にね。だからイスラエルの民から見れば、異教の神を祀る神殿じゃ。だからこれがバベルの塔のイメージ源になったのではないかというふうにも言われてるんだよね。